ケーサンキュー。87しか入んな。あとは 4KX 大丈夫。ん、いやもう満タンで。あ、満タン、満タン。ただやつにね、でもう一回来れば、うん、ターゲット。満タンにしてくれ、お願い。うん、あでも満タンにはなんねえか。あ、いいよ。なった？なったなった、ありがとう。オッケー、とりあえずオッケーだね、ありがとう。じゃあ俺一回回収されちゃうよ。オッケー。これはドーギアにしてダブルでハンドブレーキ。普通にハマっとるな、これ。遠回りしねえとダメだろ、お前は。石ころめっちゃ巻き込んでる。トラック変更。顔戻して。400入ってんだ。はっ。はっ。はっ。大丈夫。大丈夫。来るんだ。こら来い、お前。こら来た。この野郎。この野郎はダメ。よし。この野郎は。登った。来たよ。あれ？あ、ダメージか。あのさ、はいはいはい、何でしょう。タトゥーがさ、はい、トレーラー大丈夫？喋って。はい、大丈夫です。トレーラーでさ、はい、57X で、はい、トレーラーで、57X でトレーラーで、はい。例えば燃料キャリアトレーラーを引いてくるんじゃない？はい、はい、引いてくる。さっき、引っ張ってたとするじゃん。はい、で途中、道の途中にこのトレーラーだけ置いといたら、うん、給油できる。給油できるよ。あ、じゃあこれを持ってけばいい。これは左か。あ、じゃあさっきのところに置いとけばいい。シャローギアの出番終わりだ。どっちがいいの？メンテナンス。あーしゃ。あ、大丈夫か。大丈夫。来てる。もうちょっと引っ張ってってやる。帰り道合ってるよな。ここの方がいいじゃん。もう安牌に引っ張ってこう。57X ぬかるみはダメです。しゃしゃ。俺はちょっと必死だったぜ。
こんな日があってもいい。これちょっと今年の思い出だな。うん。思い出になった。思い出になった。配信でただひたすらがヒデが苦戦するという思い出になった。ありがてえ、ほんと。激たきたー。そこに、うん、オッケー、きたスミスビルダムに向かう。ああ、自分で自分を褒めたいと思います。暗くて見えないね。ともには今何かやってんのかな。いや、そっちに燃料とトレーラーを、燃料のトレーラーを置きに行こうかな。ルシオンさんとカービィさんひたすらこう無言でひたすら、帰り橋渡るよね。橋渡るよ。オッケーだ。いやあ、いいよ別タスクやってて。あ、俺、はあ、スミスビルダムに戻る。うわ長い。これどこに持ってくんだっけ。倉庫。ああそっか。そんなに大丈夫。そうだよ倉庫だよ。いやーお騒がせしました。すいません。もうちょっとか。ああ、あとは舗装路だから。合ってるな。まあ、峠道走って。峠走るの。これね、奈落に落ちないように気をつける。うんうん。こういうド M のゲームをやる。タルコフといい、スノーランナーといい。そうだね。そうだな。どんだけもう人は M なの。ラストタスク。ラストタスクかな。タスク契約的にはラスト。あ、あと丸太があるぐらいか。ああ、長い丸太が。ああ
頑張ったよ頑張ったよ。ヒデがどの辺まで来てんだろう、ね、今峠道走ってる。すれ違う。ごめんね、全然配信映らなくて。おっと、あ、燃料入れてくれてる。これの前カービィさん、これはあの紫の車はおそらくルシオンさんだろう。ルシオンさん、もう優しすぎんだよな。多分もうカービィさんとすれ違うんじゃないかな。なぜ？おっと、カービィさん爆走だからな。カービィさんどうしたどうした、カービィさんどうしたカービィさんどうしたどうした、カービィさん、カービィさん大丈夫なんか止まっちゃった？倉庫だから。カービィさんもなんか、カービィさんもヒデと同じあのなんかスキン買ってるな、カラーリング。ごめんねごめんね、お騒がせみんな。取れる、こういう時動機が取れてなかったら超怖いな。おおおお、さあ次回以降から別マップ行きますかと思う。はいはい、とか言ってアイランドことかなんでしょう。やるからさ、いけんの、スノーもやるからさ、ちょっと待っててって。スノーランナーちゃんとするから。スノーランナーしたいの？スノーランナーしたいよ。あ、スノーランナーしたいの？おお、しょうがないな、欲しがりめ。だってスノーランナーっていうのもさ全然スノーしてないし。わかったよ、わがままめ。しょうがないな、欲しがりだな本当にみんな。いや多分みんなも思ってると思う。あ、本当に？スノーランナーなの？全然スノーしてないじゃん。こいつらずっとマットランナーなんだよなって思ってる。そう。タイトル間違ってんじゃねえかって。しょうがないな。あ、ちゃんとスノー。エンジンダメージ。エンジンダメージ。そうだよ、慎重に行かないと。もうなんか赤表示になってる。じゃあ次回以降はスノーランナーする？スノーしないと面白くない。分かった分かった、こんなに全く結果を見たいんだから、もうそう焦るんだから、みんなもう長くやるっつってんのにもうじゃあアラスカはヒデのデータでスノー簡単なの本当に。確かにアスファルトの路面多かった気がするけども。あ、そうなんだ。舗装路がね結構多い。おお、感じの滑りやすいか。滑るけど、でもチェーン入ってれば全然余裕です。おお、しょうがないな。なるほど、ね、じゃもうちょっとぬめる。全然さ、まだそんな焦んなくて、このメシガンはさ、うん、メシガンはね、はい、なるべくこう楽しんだ方がいいんじゃねえかな。そうか、橋爪さんどう思います？もうちょっとこう腕を磨くためにこうぬめらせた方がいいか。もうちょっとメシガンで頑張るか。
うやってねこうトラブル続きだけども、はい、そうやってトラブルを乗り越えることによって、うん、ヒデとトモニーのスキルも上がっていくわけですわ。まあね、それはあると思うな、うん、それは間違いないよね。間違いないでしょ、うん、まあ、この我々をねこう育てるような温かい目でね工事を、ああなるほどね、橋の開通みたいなね、あのねパイプラインとかで寸断されてるところを多分やればいいんじゃないかな。ああそういうことなの、はい、ですね。本当今日は全くあの参加型言って、あの入ってきてくれた方全然映んなくて本当申し訳ないです全部持ってきました、ヒデが尺全部持ってた、ね、全部持ってきました申し訳ないです。これはいかんな、いかんすか。でもヒデがハマるっていうことはもうヒデの尺になっちゃう。まあね、はい、それはしょうがない。川を渡れます。おっとおっとおっと、何そんなにダメージ入る。でもね、赤表示だよ、もうエンジン陣が。本当もうやばいね、これ以上のダメージはやばい。これ以上のダメージは止まるんじゃないですか。ここ左、いやー来たよ。来た来た来たよ。あー来たー、ありがとうございます。はい、よっしゃー、ランク上がったー、ありがとう。カービィさんもごめんね、全然映んなくてごめん。おーおーおー、すげえはい、ということで今回はここまでしたいと思います。はい、はい、次回以降もですねまた、はい、新しいマップ行くのかな行かないのかな分かりませんけども、はい、はい、タスククリア目指して頑張ってやっていきたいと思います。はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よかったらまた見に来てください。ほいじゃまたねまたね。